剣に祈るなら今のうちだ。北条め、やったな。なんだここは。ジェノバ。ジェノバって…ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが王女はこの中に動物を入れ、魔法とともに凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。王女が装置に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でも、セフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったから、パパにぐちぐち言ってた。
なことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。